校内改札は近鉄と伊賀鉄道で分かれている。伊賀鉄道ホーム、伊賀神戸駅は三重県伊賀市にある近畿日本鉄道、伊賀鉄道の駅である。両社で校内を共用する共同使用駅であり、近鉄が駅を管理している。駅番号は近鉄が D52。近鉄の大阪線と伊賀鉄道の伊賀線が乗り入れる。伊賀線は当駅が終点である。 当駅の開業前、その前身として、正大駅が当駅付近に開設されていたため、同駅についても合わせて記述する。合計3面3線のホームを持つ地上駅。駅舎は伊賀鉄道側にある。駅舎側に短式ホーム1面1線の伊賀鉄道ホームがある。かつては島式1面2線だったが、 駅舎改良工事に伴う2007年7月9日の伊賀線のダイヤ変更により、6番線が廃止され、跡地は改札口から伊賀鉄道ホームへの通路となった。その奥に相対式ホーム2面2線の近鉄ホームがある。かつては短式、島式併用の2面3線で、下りホームが島式であったが、伊賀鉄道側の線路はロープが張られて、使用停止の後、 駅舎改良工事時に柵が設置され、線路も撤去された。青山町よりに引上げ線と大阪線本線上に逆方向の片渡り線が設置されていたが、駅舎改良工事の際に廃止され、保線車両の留置線に転用された。なお、現在は、その留置線も廃止され、すべて剥がされている。1.2番乗り場の有効庁は10両、5番乗り場の有効庁は2両。 近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通りで利用者数は最も多い。三重県統計所によると近年の1日平均乗車人員は以下の通り。伊賀鉄道は当初年度より近鉄は2010年度より両者での乗り継ぎ人員を含んでいる。 伊賀神戸駅の利用状況の変遷は、下表の通り、ありがとうございます。